木下優香です。今日はね、じゃーん、こちらにエビが100匹以上あります。で、今日はですね、こちらをエビフライにして食べたいと思います。じゃあちょっと揚げていきたいと思います。材料です。卵、小麦粉、エビ、パン粉です。エビの殻を剥きます。そして背わたを取ります。エビが抜けました。殻もこんなにいっぱいになりました。エビを塩洗いします。お水にたっぷり塩を入れてエビを洗います。水を切ってで、もう一回洗います。ではまたエビを処理します。尻尾を切ってで、水を抜きます。お腹に切れ目を入れてで、ひっくり返して潰します。じゃあ下処理が完了しました。すごい、100匹めっちゃ大変でした。タルタルソースの材料です。玉ねぎ、マヨネーズ、ゆで卵、あとお酢です。ゆで卵を作ります。これでこういう機械で穴を開けたら皮がむきやすくなります。これはね、100均とかに売ってますよ。こうやってね、針が出てくる。豆乳、お湯に入れます。玉ねぎをみじん切りにします。フードプロセッサーを使います。フードプロセッサーに入る大きさに切ってで、ゆで卵を剥きます。やっぱり穴を開けると剥きやすいですね。で、ゆで卵を潰します。じゃあ潰した卵で、水にさらした玉ねぎ、マヨネーズを入れます。お砂糖、パセリ、塩、お好みの味付けにします。わー、タルタルソースが超大量で幸せですね。じゃあエビに塩コショウをして、小麦粉、卵、パン粉の順につけていきます。いよいよ揚げていきます。これ揚げ物はノイミグローの恐怖がやりながらあります。これで防御します。きつね色になるまで揚げていきます。美味しそうです。いやー、結構大変でした。エビフライ作り終わるの6時間ぐらいかかりましたね。揚げ物100、しかも100は大変ですね。でも大好きなエビフライがたくさんあって幸せです。メルちゃん、何してるの？はい、で、こちらにはなんとたっぷりのタルタルソースです。最高ですね。いただきます。今日のドリンクはですね、じゃん、お酒です。極上レモンサワー、味が変わるレモンサワー、飲むうちに変化する味わい、レモンサワーフェスティバル。これどれが商品名やなんかレモンの味変がこの1本でできるみたいです。こちらね、ゆっくり注ぐとすっきりなレモンサワーで、残りを注ぐと濃厚なレモンサワーみたいです。じゃあまだゆっくり注いで、スキンレモンサワー飲みましょう。 KP、 うん、美味しい結構ちゃんと甘くて美味しい。これスッキリなんだ。じゃあいよいよエビフライを食べたいと思います。まずはレモンを絞ります。まあ、レモンを絞りますみたいな感じにちょっとなりかけましたね。はい、レモンにレモンソース最高ですね。美味しそう。上手に揚げましたね。たっぷり卵10個分のタルタルソース。端的に言って最高です。いや、美味しそうですよね。エビめっちゃ美味しいじゃないですか。揚げたら最強になるじゃないですか。美味しくないわけがないですね。タルタルソースの味もバッチリ最高ですね。
メルが目の前でね、目を細めて見てますね、メル、うん、でも立派なエビやったけど、やっぱエビフライとちょっと縮むんですね。あのサイズなんですね、これからのエビフライのエビって。なんかエビフライって大体量少ないじゃないですか。なんかお弁当に入ってても1尾か2尾 でなんか定食とかでも4尾とか、うん、こんなにいっぱいエビフライがあるなんて最高ですね。レモンが脂肪に乗せるとパセリ、あ、美味しいね。さっぱりです、トマトちゃん。うん、おーい、タルタルソースたっぷりつけ放題。タルタルソースってほんと美味しいですよね。この酸味とお砂糖を抜いたからちょっと甘みを効いててめっちゃ美味しいです。タルタルソースとカレーは飲み物です。最近ね、私韓国語を覚えるのに頑張ってて、まあ中国語も頑張ってるんですけど、頑張ってるファイティン。まあイテオンクラスの影響なんですけどね。揚げ物するときはね、アットゴーでした。じゃあ何かわかりますか。確か熱いって意味です、教えてもらったの。油が飛ぶから気をつけて、アットゴーよー。熱いが取った、確かね、取ったが熱い、取ったー。ちょっと韓国の人っぽかった。あとエビバーですね、韓国語でセウセウアトゴー。まあめっちゃ韓国語喋ってる。パクセロイサランヘヨー、本当にパクセロイめっちゃかっこいい。難攻不落のエビフライ量が低くなってきましたね、これは。うん、おいしそう。あとね、私の好きなイテウォンクラスの歌のね、一番最初の歌詞だけ覚えとる。なんかそこしか覚えれんのよね、続かんのんじゃね。続かセロウン使者軍、意味は新しい始まりはです。まあ一日一行覚えるか。作るのはあんなに大変だから、食べるのはあっという間だな。お料理というもの儚かないなぁ。でもだから幸せになるんじゃないですかね。やはり儚かないもの注文はいいですからね。そういえば皆さん、こんにちは、木下ゆうかですから、ジャンバでの間に私がちょっと雰囲気変わったの分かりますか。そう、暇すぎて髪の毛巻いてイヤリングもしました。いや、残りを注ぐとちょっと残らしいですけどね。ほんまかいやー。あ、うん、残かも。いい感じに残る。パセリの苦味がいいね、大人の味だね。あ、そういえば乾杯も教えてもらったんだった。コンベーイが韓国語では乾杯、ジャンとかも言うんやって。サラダが見えてきました。タルタルソースをかけて食べます。うん、野菜増しさよ。やはり揚げ物にはキャベツの千切りですよね。最近ウサギの間覚えたんですけど、ウサギはキャベツが好きです。こんなところに美味しそうなキャベツがある。今ウサギですよ、食べてみよう。今日はエビフライが一面出てきそうですね。いいエビ見れよ。よし、レモンたくさん使っちゃうぞ。うん、ヤミー。やっぱ下の層っていうのはね、一番いっぱい詰まってますからね。だからこう上の方がそうスン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 なくなってきた感じに比べるとなくなんねえよ、エビ。
魔法の粉を一振り。お塩です。いや、いいエビだからね。顎がちょっと疲れてきました。あ、塩いいですね。ちょっとですね、今日ね、予想以上に調理時間かかってて12時から始めたんですけど、今7時半なんですよ。ちょっと私ね、予定がありまして、今日はこの辺で終わりたいと思います。すいません。お家に帰ってきたらまた食べます。はい、でもエビフライすごい美味しかったです。ちょっと時間が足りなくて食べれなかったんですけどね。エビフライ1匹1分だとして、だいたい100分、1時間40分かかるってことですもんね。まあ、ちょっと調理時間かかりすぎました。はい、じゃあ皆さん帰ってきました。ちょっとエビフライを食べたいと思います。うん、おいしい。いや、まあでも一気にね、100匹食べるよりもね、こうやっぱりちょっとお腹空いてまたしばらくして食べるっていうのも最高ですね。やっぱ温めるとおいしいね、一回冷えたの。最後の1尾です。最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。チャイもごすみだ。いや、エビフライ100をめっちゃ美味しかったです。じゃあレモンソーダもね、すごい美味しかったです。本当に最初さっぱりで、その後ちょっと濃厚な感じでしたね。タルタルソースも手作りしたからね、最高でしたね。で、途中でさ、お塩かけたりソースをかけたりしてもすごく美味しかったです。いやー、もうね、普段はちょっとしか食べられないエビフライが今日は100匹も食べられて幸せでした。で、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて笑顔で過ごせますように。バイバーイ。あ、忘れとった。皆さん、うがい手洗い忘れずに毎日健康に過ごしましょう。私もさっきお家帰ってきてちゃんとうがい手洗いしました。バイバーイ。